北海道キャンピングカーフェスティバル2023 in アクセス札幌。今回はデュカトキャンピングカーだけの目的で来ています。ナッツ RV さんのフォルトナ、東亜モーターズさんのスペランツァ、デルタリンクさんのブレス 54DD と 54SL、 3社のビルダーさん製造国産デュカトバンコンをお届けいたします。今回特別に許可をいただき、ボンネットを開けてもらいました。興味のある方はお見逃しなくどうぞ。それと輸入モーターホームアドリアマトリックス 670SL も合わせて最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのはナッツ RV さんのフォルトナ。展示車は温水シャワー付きのマルチルームを備えたタイプ M。冷蔵庫は左右両開き、冷凍庫付き70リットルの容量を持っています。庫内温度調整ダイヤルが外側についているのがいい。フロントダイネットのレイアウトは欧州バンコンの定番。運転席助手席を回転させてのスペース取りにはベストなんですよ。テーブル拡張システムも同じ。ただし広げたテーブルは若干不安定なので気をつけてください。慣れれば快適ですよ。畳むのも簡単。欧州輸入車と違って左エントランスドアの恩恵か、フロント座席もお手軽に回転、秒でリラックスモードになれるよ。シンクにはお湯の出る混合線、シャワーキットオプションの場合ですので念のため申し添えます。それとキットで68リットル給水タンク、85リットル排水タンクがつくそうです。エアコンついてるね。マルチルーム、クローゼットとして使うのもよし。トイレ必要派の私としてはカセットトイレが欲しい。ラップポントイレの選択肢もありかな。シャワーキット付きなら洗面台は個人的には欲しいと思うんだけど。この電動昇降ベッドが面白い。大人2人が寝られる十分なサイズを確保。ベッドを上に上げてしまえばリアダイネットが展開。もちろん大人2人用のベッド展開もできる。ダブルダイネットが魅力に思う。あるべき頭上の収納棚がないことは頭の片隅に置いといた方が良さそうです。1500ワットインバーターと電子レンジは標準装備のようです。商用車らしからぬレザーステアリング、グリップも良さそうでドライブも楽しめそうです。特別にエンジンを見せてもらいました。直列4気筒ディーゼルインタークーラー付きターボ、排気量 2184cc、 最高出力180馬力、当番車線の世話にもならず。輸入ドゥカトに乗られている視聴者の方からの情報で、今のエンジンにはオイルゲージ棒が見当たらないとのことで、近所のカーショップでのオイル交換が上から抜く方法で、要するにオイルゲージ穴から組み上げるんですよね。輸入車のオイルドレンボルトにはめるワッシャーが特殊なので下抜きはしていないところもあるようで困っているようです。見たところゲージ棒は見つけられませんでした。私はリカト用の予備のワッシャーとオイルフィルターは手持ちするようにしていますので安心です。これからの正規販売代理店での購入の強みはメンテナンス面。安心して購入できますね。よかったですね。次は東亜モータースさんスペランタ行ってみましょう。頭上からのスタートで失礼します。こちらには
輸入バンコンのような車内の開放的な明かり取りのできるスカイルーフなんぞ見当たりませんが、私なりの憶測ですみません。多分ソーラー充電の充実化でパネル設置するスペースを確保しているのかと勝手に想像します。本当のところはどうなんでしょうか。幅っていうね、結構軽くてね、これ、よくないね。気がつきましたか。似ていますよね。そうなんです。スペランツァはナッツ RV のフォルトナとの兄弟車なんですよ。ただし全く同じというわけでもなく、購入時には両車両の比較検討ができますね。さて次はデルタリンクさんのブレス 540DD と 540SL、 さあどうぞ。どこだ？これも国産ですか？あ、そうですね。ですよね。はい。全然。そうなんだね。いいの？あ、いつ今度来る？ああ、本当だ。全然違う。シンクが深いね。これ。本当だ。うん。すごい。これ、これな。靴入るとか？違う。冷蔵庫？違う。冷蔵庫じゃないの？あ、違う違う。バッテリー。え？15リッタータンクかな。
回転シート使えないよね。そうくださいもったいないね。でもおしゃれだよ。おしゃれ？おしゃれがいいね。素敵。結局これ人数乗れるじゃん。ワン、ツー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ。あ、二、四、六、七人乗りかな。6人かな。あ、これあれだ。環境庫だね。そうそうそうです。そば開けてみて。はい。オーバーヘッドですか。そう。閉めて。止まんない。おしゃれだもん。で、なんかこれはパドルだ。ポップ。うん。あれかっこいいよ。いいじゃん。うん。オールシーズンだよ。すごい荷物入るわね。すごい、すごい入れるよ。うん、あー、うわ。車中泊来ちゃうね。とりあえず一番の島行けてるんで、セカンドシップは下がるんだ。下がってしまいますので、ああ、なるほど。大変下がれ。あ、この車と。おしゃれ。本当におしゃれで、なんか。ね。まだまだ改良しろっていうね、プロトタイプなんで。電装ビクトロの、ね、すごい。ああ、一社で合わせてるんで、ちょっと相性がいい。ああ、まったこれ2000です。2000ね。2000のインバータ。あ、2000のインバータで。インバータと充電、これ一体ものが、うん、リチウムイオンか。リチウム400くらい。400アンペア。400アンペア。お、すごい。標準装備した。ここら辺は。ここは何かというと、バックカメラと、あとあのデジタルインナーミラー。うん、今日は走行中に乗ってます。はいはいはい、はい。それが、あの、国内の、国内仕様なんですよ。まあ、今日は、定期輸入のリカと、まあ、標準装備なんですよ。うん。あと、ナビ TC もあれ、標準装備なんですよ。フロントのシェードと、運転席の時のシェードと、うん、あと、要は、スライドドアのシェード。うん、シェードってスライドの網戸か。網戸は一応つける予定です、うん。なんかやっぱりヨーロッパにね、面白さが。プラはどっちかっていうと、アドリア使ったわけじゃないし。うん、アドリアは高齢者で使えるとね、なんかそうじゃ絶対に。あ、なるほど。こういったの。はい。ああ、そうかそうか。今日は同じ。そうだよね。あ、なるほど。そういうことか。欧州キャンパーのアドリアモビル日本総輸入販売元であるデルタリンクさんだからこその今回の国産リカトキャンパーの形があるんですね。同じリカトベースの欧州キャンパーを販売しつつ、かたやリカト国産キャンパーの開発販売の二刀流のジレンマを企業として抱えているんでしょうね。今回はお話をいただいてありがとうございました。